はいどうもチュッチマンベイビー K でございまーす。はい、暑い、とにかく暑い、とにかく暑いよ。暑いわ、はい、今日はね、久々、はい、車両紹介お車両紹介したいと思いますね。はいはいはい、今日のね、車両紹介はね、ちょっとヤバいんですよ。ヤバいヤバいんですよ。ギャルです。ギャルですか、はい、ギャル。ついに自分のチャンネルに女性を呼ぶようになったんですか。呼ぶよ、呼ぶよ。ついにね、女性が来ました。いよいよですね。はい、このギャルさん自分の力では何ともならない。ならない、ならないからね、ちょっともうギャルの力借りろ。はい、だから今回ね、あのサムネもね、皆さん見てもらったと思うけど、はい、サムネもこのやらしいのね、使ってます。はい、いやらしいの使ってます。はよ、はい、あれもね、こちらからお願いしました。はよ、いくか、はよくか、はよいか、はよくか、はよくか。はい、今日はね、ま、今日の車両紹介は、インスタグラマーのヒッキーこと、ひびきちゃんでございます。はい、どうぞーイエーイ、ギャルー、元気ギャルー元気、はい、ギャルー元気はい、うるさい二人や、はい、うん、押されてますね。混ぜんなよ、混ぜんなよ。はい、こっちも押されてますんでね。今日はもうハイテンションでね、はい、行きますから、お送りします。もうこっちもおっさん最大限ね、行きますから、はい、行きますから、はい、行きまーす。ショーさすが、ショー、はい、はい、今回ね、あのひびきちゃんの、インスタグラムね、インスタグラムもこの概要欄ね、貼ってますからね、皆さんね、はい、ぜひ登録してください、はい、ぜひね、あの本当に元気が出るね、あのインスタグラムなんで、はい、本当皆さんね、あのこれ見て本当に元気になってもらいたいというところで、はい、はい、お願いいたします。はい、チュチュマン。じゃ今日はですね、はい、ひびきちゃんの車両、はい、こちら、パワさん N、 はい、パワさんね、アイアンね、はい、人気のある車両でございます、はい、で、もうね、さっとね、行きたいと思いますけども、はい、まずハンドルから、ハンドルから、もうとにかくね、全部もう紫とにかくもう全部紫自分のなんかイメージカラーかなんか、なんかあるんですか、これは。紫めっちゃ好きで、この紫好きになったら理由聞いてもらっていいですか。いや、あれ欲求不満なんだ、欲求不満だからなんでしょうね。ただの欲求不満です。聞くまでもなく、はい、これ欲求不満なんでしょうね、この格好に。もともと赤が好きだったんですよ、はい、その次に青が好きになったんですよ。え、混ぜたら紫やーみたいなだけや。はい、はい、ギャルバカなんでしょうね、この2人やっぱ、はい、で、まあ、紫、まあ、グリップも紫、はい、はい、あの一番安いグリップ多分この世で一番安いグリップの紫のラメでも本当もう全体的に紫ですね、はいはいはい、で、まあ、ハンドルはね、まあ、Z バーですよね、はい、本当ですね、はい、ハンドルはまあ Z バーで、こちらはフォロワーさんにいただきました、はい、あ、フォロワーさんにいただいた、くわー、ただや、もう、いろんな、ただやね、いるんですね、いるんですよ、パパがおるんですね、はい、パパさんだけに、はい、で、まあ、ね、まあ、ウィンカーの位置変えてる、ノーマルのウィンカーやけど、ね、ウィンカーの位置を変えて変えます、ね、まあ、スモークしてるっていうことでね、はい、スモークは紫ではない、ではない、スモークは紫ではない、ではない、っていう感じで、はい、で、まあ、あのフェンダーもね、これフェンダーはもともとノーマルですか、これノーマルです。ノーマルをこういう風にね、ラメ入った、はい、ちょっとこうファイヤーパターンなのか、うん、ちょっとこうこだわった塗装をされております。ね、はい、で、まあ、エンジンガードもついてます。はい、であとはですね、あ、サドルバック、はい、サイドバック自体は、何でしたっけ、ヘンリービーンズ、ヘンリービーンズ、はい、はい、で、まあ、リアウィンカーもそうですね、リアウィンカーもースモーク、はい、でサイドナンバーにしてます、はい、サイドナンバーもフォロワーさんにいただきました、サイドナンバーもいただきました、パパにいただきました、はい、いただきました、はい、そして、まあ、ETC がついてます、はい、はい、で、あとは、まあ、給排気、うん、エアクリはノーマルですね、ノーマルにこういうね、塗装を施しているということですね、はい、はい、そしてから、あとショートショット、ショートショット、はい、定番ショートショットがついております。映せないんで映さないんでください、はい、何にも洗車してません、はい、洗車してないんで、はい、ドロドロですね、はい、ドロ車です。で、これ、まあ、タンクもまあノーマルですけど、こういうね、はい、まあ、ファイヤーパターン的なこういうのを施しております。はい、かわいい、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 はい、キャワキャワやね、キャワで、これですよ、シート、シート、シート、これはもう張り替えてるんですよね。もともとこれ、はい、これノーマル、そうです。はい、これもともとノーマルで、ノーマルで、はい、あの革屋さんに中に入れてもらって、はい、ここ切り取ってもらって、ちょっとめんどくさいから、ああ、そういうことか。ここを切り取ってるんや、ノーマルのシートを。で、中から貼ってもらってんや。そうです。あーっていうのを、これはどこでやってもらったんですか。どこで。村田さん、あのカムロのね、村田さん。はい、私もね、これ、この。
携帯灰皿を作ってもらった村田さん、はい、これもなんかね運命ですよ。これもあこれもねうちのねこれも作ってもらった村田さん、私のこれも、私のこれも、はい、まあ格がちゃうけどね、これで、ね、これでこれじゃ格がちゃうけどね、すぐマウント取るな、はい、はい、やっぱ村田さんいい仕事してくれます、はい、はい、村田さん、はい、こんなところでもね、はい、川屋さんやから、こういう川をやってくれるってやばいって、ただ顔でかいだけじゃないですよ、ほんまに広いですね。はい、ゆうた、はい、ゆうた、はい、ゆうた、けいでーす。はい、そしたらね、今日はインスタグラマーのピッキーこと、ひびきちゃんね、ギャル車両紹介、はい、撮りましたけれども、全体的にはそんなにノーマル感も崩さず、うん、このカラーリングでちょっとこう、カスタム感を出すといったような、ね、結構シンプルカスタムはシンプルカスタムでしたね、うん、もう、出来上がってるもんね、うん、うん、そうやね、うん、そのようなコンセプトでよろしいですか。はいはい、そうです、ね、やっぱりね、俺の言うた通りでしょ。なんか似てるな、二人、うん、似てるんですよ、やめてくださいよ、はい、なんか似てる、似てる、やめてくださいよって何、やめてくださいよって走るのとか、なんか好きなんかツーリングとかどうなん、ひびきさん、これツーリングとかこうなんかそんなそういうの好きなんですか。苦手、めっちゃ苦手です。5分で走るん5分で嫌いなんや。ほら、この人も嫌い、ほら言うだろ、悪いから苦手、いや苦手な、苦手苦手ね、またグレーにするとこも似てるわ。うん、5分とか10分走りはもうロンツーやから、ロンツーやから、サバサバしてるし、うん、やっぱまあ僕も大好きなんですよ、やっぱりね、サバサバしてるのが一番いいな。だからまあそういったことでね、はい、ギャル車両紹介でございましたが、はい、この後ね、おうおう、この後ね、はいはいはい、この後ね、はい、笑ってるね、笑ってるね。ちょっとね、いろんなところちょっとインタビュー、簡単にね、はい、インタビューしたいと思いますのでね、はい、まだもうちょっとお付き合いください。はい、はい、よろしくお願いします、はい、インタビュー、はい。MBK、 じゃあひびきちゃんね、ちょっとねインタビューしたいと思います、はい、インタビュー、まずやっぱこう視聴者の方気になってるのがお年はっていうところ、お年は別に OK、 お年は言っても全然 OK、 え、聞いていいんすか。そうそう、まあ、俺前のあのもう、ニューオーダーでもうね、当ててるもん、そう、当ててるからね、最低、当てに行こうとするんだよ、当ててるからね。そう、だからひびきちゃんこう見えてね、42やねん。あ、よかった。でもまあ実際のお年は今年9になります。今年29歳、はい、今年29歳のね、うん、あのもうピッチピチのギャルでございます。ギャルギャル。で、まあ皆さん気になってるのも職業というか何をされてる方なのっていうね、あ、あ、そこも気になりますよね。そもそもあのインスタグラム、ね、はい、インスタグラマーで、はい、そこでね、あの飯食ってるんかとかも気になる。そう、無理に決まってるやん、うん、無理に決まってるやん。だから俺もそうやから、 YouTube で飯食えてると思ってる人もね、中にはいてるんですよ、はいはいはい、そう、大赤字やから。あ、そうなん。飯食えてるところが大赤字、はい、大赤字。はい、むしろ借金ですよね。そうです、はい、そうです。そうなら何かご職業が、まあね、本職が何に見えます。キャバ嬢。めっちゃ言われるそれ、はい、よろしてそうですよね、はい、確かに、めちゃくちゃわかるわかるわかる。正解は、正解はドドンドドンドドン、はい、ディギドドンドドン。歯科助手です。歯科助手です。はい、歯科助手、エロー、はい、お口開けてください。そんなに、風俗の歯科助手的な、なんかその設定のところとかじゃなくて、あ、じゃなくて、この見た目で歯科助手してるってことですよね。そうです。かー、やっぱり趣味でやるなー。あかん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 、あかん、あ、今インスタグラマーで、まあ、1万人以上のフォロワーさんがいて、今インスタグラマーとしてね、やっておりますけれども、はいはいはい、そのインスタグラムをやるきっかけというか、はい、ね、うん、なぜやろうと思ったのかっていう、あ、聞きたい聞きたい。で、例えばもうインスタグラムやっても絶対儲けたろう思ってやり始めたのかとか、うん、あ、もうバーン行ったろう思ってやってたのか、それともなんかちょこ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 投稿したら勝手に行ったのか、うん、そこはどうなんでしょうか。うん、まず人と一緒のことをしてるのが嫌なんです。一緒ギャル一緒じゃあギャルギャル、俺もギャル。だからもう見返してやろうと思って、もうみんなを、あ、はい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 、今まで出会ってきたみんなを見返してやろうと思って、はい、まず1000人から超えようと思って、あ、で毎日投稿しだして、はい、で気づけば6000人8000人ギャル、はい、ギャルギャルギャルやろう。でほんでまず1000人超えた時に目標を1万にしたんですよ、絶対行ったると思って、はい、ほんならバズってくれて、おで一気に8000人まで行き、お2年経ったら1万2000人です、うん、おめでとうございます。有言実行で1万人今超えて、はい、
1万2000になって今後ですよね。そうですよ、今後、今後どういう展望を見据えてるのかとか、なんかインスタをやっててやっぱこう夢があるのかとか、はいはい、でそれはどうなんですか。は、もともとバイカーが立ち寄れる店を出したかったんですよ、はい、ああ、ライダーズカフェ的な。そう、カフェ的な、うんうん、けどちょっとこんなん言うのもあれなんですけども、はい、あの飲食ってすごい面倒くさいじゃないですか、検便とかあるし、面倒くさがるだよ、はい、面倒くさい面倒くさい、はい、面倒くさい、だからゴールは別に私今なくて、うんうん、なんでとりあえず何かするアパレル業界に入るとしても、うん、何か知名度があった方が売れるじゃないですか、うん、絶対絶対得るよ。そう、何やるにしてもね、ただアパレル販売するにしても、うん、カフェやるにしても、うん、何やるにしても知名度があってこしょうことないよね、最初から。賢い、そうなんですよ、賢い、見てる、いけー賢いよ、賢いよ、とりあえず、はい、もうみんなに響きを知ってもらおうみたいな、うんうんうん、ギャルを知ってもらおうみたいな、感じなんか関係ない、ギャルやから、はい、ギャルやから。でもやっぱりこういうサバサバした感じ、はい、でポジティブ精神、はい、でもうそのメンタル、うん、でそんなしょうもないことでくよくよしない、はい、やっぱここよ、へこんでても仕方ないもんね、はいはい、うん、ギャル言うてウェーって言うてる方が楽しいん、人生。そうですよ、なあ、真面目に生きてるもんね、アホが一番もん、うん、そうそう、だからこれを見てね、そういったらもう僕なんで、ね、僕の会社なんか大バカじゃんか、うんうん、うんうん言うなよ、うんうん、ほんまのそうやんけ、お前、うん、でもそれでももうめげへんのよ、はい、そんなんで落ち込んでてもしゃあないやん、はい、ああ、プラスで言ってよ、キャン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 言っとってもキャン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 、そうなんですか、ああ、キャンキャン言ったらええねんだからもうそのへこんでても仕方ないから、もうキャンキャン行きますってことですよね、そう、そうなんです。でもね、そのなんかそう、まあインスタやってるでしょ、うん、ほんなら、まあ1万人超えて知名度も上がってきたら、やっぱりそら、なんか嫌なことを言う人もいてるんじゃないですか。そら、アンチもいてるでしょ。要するにアンチ。要するにアンチ。ほら、いてるでしょ。いてるよ。いてるわね、そっち。いてるよ。え、そんなブスやのに生きんなみたいな。えぇ、言うやん、それ自覚あり。あるよ、そんなもん。はぁ、そら。どうでもいい。どうでもいい。わざわざ、わざわざそういうの。え、そう言ってくるんですよ。で、投稿の内容とかにもよりますけど、はいはい、いちいちあら探しして、え、半袖で乗ってるんですか、あー、バイク乗んのに長袖とグローブつけたらダメなんだよ、めんどい、めんどい、お前じゃあ全部は教習車みたいな感じで全部乗ってんのかってあー、そうやね、そう、めんどくさい、あ、汗かこしてんのみたいな、言ってあげたい、けど、私は余裕を持って、はい、貴重なご意見ありがとうございます、頑張ります、返してます、そらまあイライラするし鬱陶しいやつもさいっぱいおるけど、やっぱり響ちゃんのことをまあやっぱちゃんと見てくれて、やっぱり響ちゃんの投稿を見てやっぱりお元気出ますとか、うんうん、で言うてくれる、やっぱりちゃんと見てくれるフォロワーさんとかもやっぱりいっぱいいてるから、うんうん、やっぱそういう人たちのためにやってると言っても過言じゃないよね。そうですね、それがやりがいです、やりがい、ね、インスタの、うん、だからインスタに生きてます。まあみんな好きなんでしょうね、なんやかんや気になるっていうことはね。そうよ、アンチがおるほど見られてるから、うん、まあ、見られてるからね、結果やだー、結果ポジティブ、ポジティブ、ありがとう、うん、見てくれてありがとう。でもそう、あれもうポジティブでいかないと。そうですね、あ、すべてはポジティブ。そう、うん、そうやで、ドドンこれドドンやで、すべてはポジティブ。でもこれ正解やで、でもそうね、正解やで、ギャルは世界を救う、ドドンドドン名言出た。だからまあ、まあ、アンチに臆することなく、うん、ね、こうめげることなく、はい、ポジティブにやっていくと、それだけです、はい、それだけです、はい、それだけです、それだけです。そういう動画やったそうそう、そういう動画やって、結局ドドン、ギャルは世界を救うっていう今日は動画やった、しまったそう、そういう今日は動画でございました。それではまた明日。だから立て閉めるな。今日もありがとう。こうやって、まあ、本当にポジティブ、まあ、僕もね、そのヒビちゃんとこう、はい、まあ、あの出会ってからはね、まだまだあの全然浅いですけど、うん、やっぱりこの元気、はい、ポジティブ、はい、でこうやっぱ精神力、うん、これはやっぱりね、まあ、私と似てるところも、まあ、勝手にあるなと思ってますし、はい、やっぱこういう人とつるんどくと勝手に元気持てるので、やっぱこれからね、いろいろこうお付き合いしていって、はい、ね、このままね、流れてもっともっとね、まあ、インスタとか YouTube とか SNS とかね、はい、もっと盛り上げて、で、こういうまあちょっとへこんでる人じゃないけど、うん、まあ、そういう人を元気づけられるような、発信者になれたらなと思っております。はい、はい、はい、じゃあ始めてください、はい、はい、どうぞ。それではまた明日、バイバーイ。Catch you tomorrow, baby, catch you.
響け。かわいいかも。いいよいいよ。かわいいかも。でもまあそんな変わらへんもんな。ほんなら普通のラクテル行った方がいいかもな。ですよね、これしよう。うん、普通のやつな。ああでもかわいいな。かわいい。なかなかかわいいな。キャイーンになってる。そうなん、ここ かぶりやすい。これ何番に一緒どっちにしてもペイントしてもらえよ。そう、紫やろ。紫ラメどっちにしても紫ラメ。ちょっといいんちゃう。いいか、全然いいんちゃう。 M だ、うん、これ M もあれしかない。向こうのさ、え、L やったらあれ棒体もでかなりますもん。いや、一緒一緒。内張りだ、内張りだけ分厚いか薄いか。ヘッキ目の前の黄色とそれと内か L 違うかな。両 M やん。両 M かけど、いいかこれで。ちょっとほな、これでええわ。なこれの新しいの面白かった。いやいや、みんなが試着してるやつ。それ、ほとんど知ってないしね。うまかそこから出したやつやん。これいいショックなじゃん。The beat is tough, the beat is tough, the beat is tough.